園長副園長の本当に熱い熱い思いを何度も受けていただいて、この水野の国記念小学院何か私も役に立てればいいなと思って、あくまで教育方針を理解した上で名誉校長に就任したことを強調します。こちらの教育方針は大変主人も素晴らしいというふうに思っていて、先生